はい、どうもエルザレットです。それではモンスターハンターワールドアイスボーンやっていきましょう。ということで、今回は炭素についてですね、探索、やっていきたいと思います。流血症の地に行けということなんでやっていきますか。異変の有無を確認しましょう。数々の小さな異変も大きな異変も同じ原因ということもありますから。異変のチェックらしいんで、いろいろ見て回りたいなと。痕跡を発見しました。これは記録にないものですね。この痕跡、異様な力強さを感じますね。数々の小さなうねりが集まって、とても大きなうねりへとなる。今はまさにその時という予感がします。結構古い痕跡落ちてるね。まさかあの痕跡は？いえ、やはりと言うべきかも。よう。お、大団長。ネルギガンテの痕跡だ。お前をかきたてているものは何だ。面白くなってきたぞ。いやー、面白くはないだろう。お、コメット。あー、バズルギウスか。マジか。弓で来とけばよかったな。随分と様子が違うな。だよな。ここはお前に任せる。後で落ち合おう。輝く推薦軍が出てきたな。俺の出番はない。いやいやいや、君が出てくると思ってなかった。戻ってクエストを受けるっていうのも一つの手だよね。お、全然攻撃当たんないな。
何に今当たった？くー動くなー。違う違う違う、動きすぎだって。やっぱこのペースだったら弓だな。そっちではない。届かない。いやー、なかなかやな。あ、これ壊しちゃうの？いいね、その触り具合は。いやー、ダメか、回避性能効かなかったか。
いやー危ない。お金その置きボムは置きボムはやめてくれ。弾け取って取っていきますか。そうか、でもバゼルギウスが来たか。あー、気づかせた。これはきつい。もう一体来たか。縄張り争いっていう縄張り争いはしなさそうだよね。勝手にやり合ってくれそうな。何あれ、はあ、そんな攻撃増えた。うそ、なんじゃそりゃ。いやいや、初見殺しもいいところやろ、それ。わー、これは強いな。
これは当たり範囲だろう。お、危ない。大変だな。で、問題なのはここからよ。仮に倒したとしても、よし、来たぜ。いやー、それはいやいやいや、マジ。いやー、強いってもんじゃないぞ。戻れないか。さあ、回復薬がね、持つかどうかっていう感じもしてるけど。まあ調査だから一応まあ倒せばねーっていう感じではあるからね。さあ、ウロコゲッチュの怒り状態になった感じか。いやー、バカ。やばい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 。回復もなくなってきたね。2回動くんだね。嘘。やっちゃってくれー。
わないんかい。いやいや、これちょっとアイテム入れ替えに行こっか。じゃないと、お、調査レポートいいね。捕獲する流れにしないと。やれるとこないでやってみようか。いやあ、戻りのもあった。いや、今のはさ、はめられた感が半端ないね。まあまあまあ、だいぶ追い込んだね、でもね。この探索の料理もね。ただね、上位装備だからね、弓がまだ。これでいくか、多分こっちの方が被弾してもリスクは低いはず。いや、それは場所的。これはちょっときついな。おお、かっちょねー。なんかスーパーサクシみたいなことしたね。そっか、ここまで強くなったか。気流めんどくさいな。やば。待て待て待て。雑魚と気流絶対結託してるだろ。
ここでセトルが助けに来てくれてるのに乗りたい。いやーマジか。やばいやばいやばい、うわ危なぁ。よし来た。ナイスー。ただ心配はその頭だね。もう爆弾が落とさないかなんだよね、こいつの場合は。いやナイステトルーだったね。ただ下でめっちゃ暴れてるんだよなあいつ。よしよし、ナイスじゃん。さあ、チャンスチャンスと思ったらやばいな。あーミケランがやばいやばいやばい、やっべえなマジで。
なんかイベルカーナの時もやつあったけど、開放的な攻撃があるんだね。いやー、まだかー。いや、まだ無理？いやー、どうしたもんかな。せめて足を引きずってくれる動作があるとだいぶ楽なんだけど。来たねえ。まだしっかり逃げてるね。多分一番上だと思うんだよね。さあ、ディノバルド君が出たみたいですね。さあ、捕まえさせてもらおうかな。うい、行こう。いやー、駆け足特にはもう見なくて大丈夫かな。いやー、普通にさ強いっていうか、この爆発、青い爆発がすごかったね。特に痕跡はないみたいだし、戻りますか。いやー、強かった。爆破も固定ダメージだから。おお、でも来たね、一発目天輪。でも違うんだよな、今欲しいのはそれじゃないんだよな。おー、ん？はあ、バゼルギウスの口角も取ってきてくれたわけか。いやー、おともちゃんも優秀だね。いや、ほんと優秀で助かる。
でもこのバゼルゲースが出てきたってことは流れ的に次は古竜関連かな。なんかそんな感じがするね。ネルギガンテの角もあったし、今まで得た古竜を倒す感じになるのかな、アイスボーンで。みんないるな。朗報だ。ネルギガンテの痕跡を発見したぞ。朗報？朗報？やつが現れたということは、狙う相手がいるということだ。さーて、やつは何を狙っているんだろうな。それに加え、各地で古竜の痕跡が見つかった。やっぱりか。武器団の調査で分かったこと。それも、さまざまな種類の古竜。ほう、普通の古竜じゃないってこと？大変なことになってきましたね。地殻変動調査の進展はいかがですか？順調よ。新大陸、渡りの地の両方で、あらゆる変動の場所を洗い出しているわ。歌が聞こえる場所も手分けして探している。こちらも早々に結果が出せそうだ。この調子で調べていけば、大いなる存在の居場所を突き止められそうですね。そこで私から五鬼団に頼みがある。新たに活動を始めた古竜たちからも、かの存在につながる情報が得られるかもしれない。今はとにかく情報が欲しい。各地で古竜の調査を依頼したいんだ。先輩、どうしましょう？自然現象と古竜は結びつきが深い。俺も古竜の調査に賛成だ。決まりですね。早速手分けして調べます。おい、俺は何をする？大団長はいつも通りで。しゃあ、任せろ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。さあ、再活性化した古竜を調査せよということで、こっから古竜調査になるみたいですね。活発化した古竜たちは各地で活動を始めましたと。マスターランクの探索やフリークエストを受注して古竜調査を行います。ゲージがやっぱ貯めるのか。まあ、ってことは、そうだね。古竜が活発化しています。古竜調査をすることになるわけだね。ということで、こっからはちょっと古竜調査をしたいなと思いますので、次回、アップするときは古竜調査が終わって討伐しに行くっていう感じだかな。そういう時に流れるかなと思いますので、今回ここまでにしましょう。ちなみにバゼルギウスの装備はどんな感じになってるのかな。新しいクエストも結構出てきたね。ほい。さて、作るか。の前に多分強化ができるんじゃないか。3つか。570属性値はちょっと高いからね、欲しいんだよね。さ、まあ、やっぱプライドなんだね、あいつはね。154。まあ次冷凍マグロで借りに行こうかな。あ、すごいな。さあ、抜刀の会心、ガード性能、ボマー、爆破。ああ、この辺りはやっぱ爆破弓でもないな。爆破弓かな、やっぱな。ガンナーか弓専用って感じがするね。うん、そうだね。やっぱそんな感じがするな。まあでも天銀が手に入ってる以上かなり楽なんじゃないかなと。あ、でもそうでもなかったね。他の天銀使うもんね。いや、早くここ作りたいな。
はい、ということで今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、次回は古竜討伐をしていきたいと思いますので、そちらもお楽しみください。まあ、新しい古竜が出るのか、それとも圧死的ものが出るのかちょっと分かりませんが、やっていきたいと思います。ではチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それでは次回会いましょう。ほんじゃまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。